アカディアは GM が製造、GMC ブランドで販売している自動車である。アメリカ合衆国で2006年12月に発売開始、エンボイとユーコンの中間に位置するモデルである。アカディアは GMC ブランド発の株であり、ユニボディや FF ベースのアーキテクチャの採用も同ブランドでは初めてとなる。ユニボディ構造の採用で、 従来のトラックベースの SUV よりも低重心となり、横転事故のリスクを減らしている。また、ボディ構造は、クロスカービームなどを含めて、高張力光で補強されている。従来、ポンティアックビューイック GMC ディラーモーで、販売されていた7、8人乗りの車種には、中型版の GMC サファリ、SUV の GMC エンボイ XL、 ミニバンのポンティアックモンタナ SV6 があったが、3列、7、8人のリシートを備えたアカディアはこれらにとって、変わる車種となる。プラットフォームは、GM ラムダプラットフォームを採用し、シボレートラバース、ビュイックアンクレーブ、およびすでに製造が終了している。サターンアウトルックとは、兄弟関係にあたる。特に、アウトルックとは、ボディシェルも共有する。 アカディアの価格帯はトラバースとアンクレーブとの中間となる。これらラムダプラットフォーム採用者の生産はミッシガン州ランシングのランシングデルタタウンシップ組み立て工場にて行われる。エンジンは GM ハイフィーチャー3.6リットル V6 を搭載し最初に採用された D7 型では出力とトルクはそれぞれ 275HP、251ポンド。 フィートを発揮した。2009年モデルからは直噴化した LLT に換装され、出力とトルクはそれぞれ 288HP、270ポンドフィートに向上した。また、トランスミッションは新開発の 6T75 型6速 AT が組み合わせられた。サスペンションは前後とも独立喧嘩である。フロントは ダイレクトアクティングスタビライザーバーとアルミナックルを備えたマクファーソンストラット式。リアは新開発のエッジリンク式を採用し、よりコンパクトで古典的な SUV よりもスムーズな乗り心地を実現した。駆動方式は FF およびオードの両方が用意されている。タイヤおよびホイールは標準で18インチが装着され、オプションで19インチも選べる。 アカディアは2ステージ式の運転席及び、助手席、エアバッグ、2つのサイドエアバッグ、2つのカーテンエアバッグを備える。さらに、アカディアには GM のテレマティクスであるオンスターシステムの第7世代が標準装備される。新型のオンスターシステムは衝突時の緊急対応機能を備えている。2012年2月、シカゴオートショーにて、 フェイスリフトを受けたアカディア2013年モデルが発表された。フロントマスクは2010年の北米国際オートショーに出品されたコンセプトカーグラニット風のデザインに改められている。なお、このフェイスリフトについてカードライバーのブログでは GM がすでに製造を終了しているサターンアウトルックの部品を流用しているのではないかと。 推測する記事を投稿している。オートバログが取材したところ、GMC の広報担当者も、この事実を認め、アカディア2013年モデルのリフトゲートガラス、スポイラー、リアクオーターパネル、リアスライドガラスはすべてアウトルックからの流用であると、回答している。2010年1月、北米国際オートショーにて、アカディアのデナリバージョンが発表され、 同年第3四半期から販売を開始した。この豪華版グレードは FWD とオード7、8人乗りのいずれにも用意され、モノトーン塗装、ハニカムグリル、専用のフロントリアデザイン、HID ヘッドランプ、クロームアクセント、エキゾーストパイプ、6本スポークの20インチホイールなどを備える。2012年モデルでの比較では、 アカディアの価格は32,685ドルとなっているのに対し、アカディアデナリは44,660ドルとなっている。2016年1月に北米国際自動車ショーで初公開され、同年5月から発売を開始した。先代モデルより一回り車体サイズが小さくなり、フルサイズからミッドサイズのクロスオーバー SUV として位置している。 オセアニア県においては、2018年から2020年まで、ホールデンアカディアとして販売されていた。アカディアは、北米東部大西洋岸、現在のアメリカ合衆国メイン州東部と、カナダのバスコシア州に相当する地域の古い、地名である、アカディアに由来する。ありがとうございます。